い、どうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マンチングマンチャーカッコトロールバージョン 1.0 ということで、これね、サムネに白旗立ってるんだけど、プレイはしてるけどクリアはしてないっていうことなんだよね。僕はいつこんなコースをしたんでしょうか。まあ2019年の頃、僕トロールとか全くやってなかったからさ、速攻で飛ばしたんじゃないかな。それじゃあこのコースリベンジしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。そしてコース名のマンチングマンチャーって確か敵キャラの名前だったような気がするんだよね。ホーライだったっけな。開幕派だいや、マンチングマンチャーは絶対このブラパだね。ホーライだったような気がするんだけどな。2分の1か、上か下か。上から行きたいと思います。下はマッチングマッチャー。そしたらこの分岐点下から行けっていうことだったんだね。足はあんのかな。あ、足はあるね。それじゃあこのまま進んでいきましょう。ここは上か右か。うわ、右で一歩、多分右で合ってんじゃないかな。上張りしかないみたいな、そんな感じだと思うんですよ。ここは下から行く。そしてムンチングマッチャーで、そうだな、ここを右、入れない、下からムンチングマッチャーそんじゃあここは上でよかったんだろうね。上に行って、上行けんくらい隠しブロック、なるほど、ここに隠しブロックがあるっていうわけで、ね、それじゃあ右に進んでいきますか。さあ、はぁ、一瞬、あ、大丈夫、ここやばい、まずこれは熱いんじゃないの。あぶねビビらせやがって。それじゃあ進んでいき、これは何もしないで、よしよし、それじゃあこの風に乗っていきましょう。右か上か、うわ、どっち、一旦右行ってみる。この土管で正解だと思うんですよ。どうだ、うわ、笑われたけど、これはバブルか。一旦このまま右行っても、マッチングマッチャーが待ち受けてるだけじゃねえか。これは C 耐久か。ラスライダーの音楽流してくれよ。セルフスライダー音楽流しますよ、今から BGM 流れてると。いや、絶対これはね、上で合ってると思うんだよね。で、このさらに上みたいな、あ、ここに土管があるのか。ちょっと上見てくれよマリオ。これは何もしないで、石おやじねえブラパ、上から行ってないやんかじゃあここはジャンプして石尾エイジを避けろっていうことだと思うんですよ。うわ、隠しブロックはない感じだね。甘いね、制作者、僕だったら隠しブロックを用意してるぜ。ボキャー、ここやってたらさ、絶対オンオフ叩くよね。これ叩かない人いんのかな。じゃあこのままスネークブロックに乗っていこっかいや、線の通り言ってくれよ。すねてんのか、まさにスネークブロックだね。邪魔すんな、口先植物。でも最近ね、コメントとか DM でね、ピオキングさん喉大丈夫ですか、あまり無理はしないでくださいねっていうありがたいお言葉をいただくんですよ。心配してくれてありがとうございます。ただなんでか知んないけど、全然へっちゃらなんだよね。なんかキノコ出てきたけど、あのキノコは絶対取れないよね。そしてここは上か下から、僕は上から行きたいと思います。いけるかな、よし。そして、あ、いけるね、上かせ、なるほどね、ここは下から行けっていうことね。そしたら先に進めるっていう感じでしょう。今ブーブー言われたけど大丈夫、このまま右に進んでってみるよ。うわ、右に中間ポイントがあるんだけど、あれ取れないよね。名探偵ピオキング、もう全て分かりました。一旦ここは上から行って、その後下から行けっていうことだと思うんですよ行けよ上に早くそしたら右に進めるっていう感じ。いや、変わんねよブロックに。あ、分かったよこれ。ガリガリの中にね、なんかあるよ。右のガリガリか左のガリガリか、1/2。なぜなんだだいたい僕がトロールコースしたら2分の1が50分の1になるっていうことをみんな分かってほしいなんで、まあまあ中間ポイントからだからね、こっから恋の通りに行けばいいっていう感じでしょう。そしてオンオフがあるけど、うわ、どうしよう、また2分の1か。じゃあこのまま一旦何もしないで右に行きます。落ちてたんじゃないこれ、くっそ死に耐久じゃねえか。せめて音楽ぐらい変えてくれよな。このバレーが3つ高速で動いてるやつって本当に難しくて、ちょっと見極めるわ。なるほど、下から行けっていう感じだと思うんですよ。このタイミング、このタイミング、このタイミング、本当に難しい。うわ、今いけそうだったのに。頼むってばね、逃がしてよ、お願いって。もういつもそんなことばっかしてさ、楽しいか、やったじゃあここは何もしないでよかったのかな。で、コインの通り信用していくよ。もう何も信用しません、この方のコース。コインも信用しない、この場所でよかったよね。
さあこっからどうすればいいんでしょうか。このブラパには引っかからなかったっていう感じだね。この一気アップは取る感じからアイテムが隠されてるみたいだ。いらねーこれジャンプしたらさ上のつららに当たるやんか絶対に。つららはつらたん。じゃあここは上の一気アップ取らないで右に進めっていう感じでしょう。うわ右に塩ヤージがいるな。こっちに、いや絶対来るよ。避けろっていう感じか。さあ来るんだ塩ヤージ、この場所で避ける。親父のくせにそんな可愛いパラシュートつけてんじゃねえ。てっきりさ早く来ると思うじゃん。このパラシュートって使い方うまいよね。そしてここでエンジェルムンチングマンチャー。いや長くない、エンジェルムンチングマンチャーってめちゃくちゃ言いにくいんだけど。それじゃあ次はここは、うわなんか来る、絶対来る。あぶねえ。いやこれはどうなんだ、下、うわ下が正解っぽいな。上は何うわだるえなんかでも左なんもないよね、隠しブロックがあるみたいな。えここどうやってやられるんだろう。分かった、この近くの枠の中に何かあるみたいな、そんな感じじゃないのかな。なんで近くの枠の中探していきたいと思います。うわこれ枠の中結構難しいぞ叩くの、まあ、真ん中はないで、じゃあ次一番左、一番左行かして、一番左一番左、あ挟まれてやられるのね。そんじゃあここは右に行ってジャンプすんなっていうことだろうね。それでここが開くと思うんだよね。やばく来てるって、危ねえ絶対今の熱いパターンだと思いました。じゃあここで一旦右に行って、うわどうしようこのパネどうかするみたいないやもう絶対進めんや、どうしようもないやんかこんなのどうやって行くのよ全然行き方すらわかんないね。じゃあここは一旦右に行って、こっから、あ右に隙間があるよ、あの隙間に早く入れっていうことだろうね。なんでここはダッシュしていきたいと思います。これで合ってる、そうでしょう。いやでいマジでわかんない、ここどうやって行くんだろう。ちょっとよく見ていいかな。一生親父がオンオフを変えるでしょ、そしてブラパが落ちてきたけど、あ、わかった、このバネをブラパの下に置くんじゃない、そしてあの一生親父のオンオフで右に渡れるっていう感じなんじゃないかな。なんでここはさ左にバネが出てくるじゃん、このバネを持って右に進む、そんでここにバネを置けば先に進めるっていう感じだと思うんですよ。さあ行きますか。でここで右のドアに入ればいいのか。バネがいるじゃねえか。じゃあここでさ左のバネを持って右のブラパをバネさせるところまでは間違ってないと思うんだよね。こっから、ここにバネがあるのか。でこの状態で右に進めるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。ゴールはまだですかね。次はどんな感じなんでしょう。あ行き止まりだよ。えいや絶対ここどっかにゴールある。右のこの砲台怪しくない、この砲台が絶対ゴールだと思うんだよね。あれでも何も変わんないね。え何ここ、なんか変わんのかな。ちょっと一旦待ってってみる。マンチングマンチャー、さすがコース名にマンチングマンチャーってつけるだけあるね。最後の最後まで襲ってきやがったよあの花。それじゃあここは砲台の上に追っておけばゴールできるっていう感じでしょ。やったどうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースは一発マリオ、ワンスクリーンシャープ64ということで、まずサムネを見てもらっていいですか。無理じゃんこんなのブラパがいるからどう考えてもゴールバーの方に行けないよね。このコースをどうやって攻略するのか、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.56%。 まずゴール条件、ゴール条件はない感じなんだね。ということはパワーブロックでブラパを倒して進めみたいな。あ、なるほどね、このブラパの上に隙間ができてくれてんのか。ということはあの隙間スレスレでジャンプして右のゴール前に届かせろということでしょうこれなかなか難しいんじゃないの。集中していきます。はだー、この動画を見てくださってる皆さん、これは難しいぞ汚ねえ声いや本当にこのスレスレで行くのがマジむずいね。だが安心してください皆さん、僕は一発マリオスレスレ名人、この隙間難なくクリアしてみせましょう。くっ、いや結構いいところまで行ってない、スレスレ具合じゃねえ。いや今ので分かりました、これ空中浮遊のテクニックがいるね。ジャンプボタンを素早く2回押すことで滞空時間が長くなるから、これを駆使していけっていうことだと思うんですよ。さあ行きますか。
バス飛んでね。今日の一発バリオマジで繊細だね。こんな隙間を抜けるコース初めて見たかもしんない。クリア率が 0.5% のわけはここにあったっていうわけか。これビビりすぎたらやっぱ上に行っちゃうんだよね。でも、僕は繊細キング、世界で一番繊細な男さ。引っ込んでろザコが。シャイニングスターつづれば夢に眠る幻が手のひらに降り注ぐ。ちょっと真面目にやりたいと思います。アニメ実況者黙ると最強説、ここで見せつけたいと思います。見ててください皆さん、このテイクで僕はクリアしたいと思います。さあマリオ地獄の彼方へ。いや本当に難しい。皆さん申し訳ない、こんなジャンプばっかりする動画見せちゃって。ただもうすぐ行けると思うんですよね。何の根拠もないけど。あの下の口裂け植物が邪魔なんだよな。そろそろ黙っていいんじゃないかな。僕クリアテイクだけを無言で撮ってる方いるよね。そういうのに仲間にしてもいいんじゃない。こんなコースってずっと喋りながらやるコースじゃないんだよ。大体自分偉い、もうピオキング偉いで褒めてやりたい。そろそろ行けないと。来た。どうもありがとうございました。シャイニングスターつづれば夢に眠る幻が。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。